第3試合はスーパーウェルター級戦3分3ラウンド。さあ来ました。さあ、今日ゲストの岩井川、井川だ、あ、来た来た来た、はい、あー来ましたね。フェイス2フェイスです。暴走ヒットマン松下喜びすぎでしょ。最高でしょ。井川修司さん、これが楽しみなんですよね。漫画読んでるみたいじゃないですか。大好きです。とにかく2人とも暗い路地では痛くない感じのだそうですね。こちらが今回2階級上げてきた松下です、ね、これびっくりしましたよ。で対するデビューから2戦2勝 2KO ともに1ラウンド決着の8、うん、ハレオトップチームからギラついています。対する松下、さあスーパーウェルター級戦、戦いのゴングを聞いています。いやちょっと井川さん、入場シーンからこれまでの2試合とは全く雰囲気が違いましたね。ガラッと空気変わりました ね、 でもこの松下選手がいつもあの自分より小柄な選手を相手にしている映像ばっかり見てたので、はい、これなかなか新鮮というか。そうですね、エイト選手相当でかいですから、うん、188センチのエイト、181センチの松下です。ただ松下はスーパーライト級の中では長身の選手でした。そうなんですよね。まあ、そういう意味では石川さん、はい、これ松下2階級を上げてどう戦うかですよね。2階級を上げた選手なかなか見たことないですね、はいはい。まあ、2階級つまり5キロです、はい、5キロ、まあ、上の階級で戦う。その中でエイトがパンチを編み上がられ、コーナーに詰めてサンドバック状態、そのかもしれない。体勢が変わって松下、ちゃんと見えてますね。右ぐらついた、どうだ、右が当たった、エイト右、松下持ち出す。まだ1分しか経過していない。スーパーブレター決戦第1ラウンド、さあ倒れるの、ま、だ倒すのはどうだ、引いた、右引いた、どうだ、松下右倒したのは松下。面白い、聖地熱狂。いやこれ解説いらない試合でしたね。面白い、立ち上がれるか、立ち上がってきた、エイトは立ち上がってきた。さあデビューから2戦2勝 2KO のエイトは効いてる、効いてる、効いてる、ダメだダメだ、止めた止めた、倒る、数字して復活、松下スーパーウェルター級でよみがえりました。すごい、いや泣いたらええよ泣いたらええよいやー皆さん、いやこれはすごかったね。いやいや、だって相手めちゃくちゃ強いっすよ。そして初めてより、初めて自分より身長の高い相手、はい、いや、いいもん見た。林健太選手にお話を伺う前に試合が終わってしまいました、はい、そうですよねでも、あんだけ詰められてから気持ちで折れるかなと思ったんですけど、よく、あこからよくしっかり見て右返して使ってましたね。先に腰落ちたの松下選手ですもんね、はい、先制したのは林さん、はい、エイトでしたよね、はい、ただやっぱりパンチ打ってるんですけど、エイト選手より松下選手の方がしっかりとあの力が乗ってるパンチやったんですね。なるほど、腰が入ってたんだ、はい、実はね、僕ね、松下選手、僕が現役時代に行ってたボクシングジムと同じボクシングジムに行ってるんですよ。吉野博之会長って言って伝説的な左フックを持ってる選手なんですけど、その会長から俺はパンチをかなり直伝されてきたから、ちょっと見ててくれって言って、それを今日見せてくれましたね。いや有言実行でしたね。そうですね、KO ジム100の松下です。今回僕2階級上げて70でやったんですけど、まあエイト選手本当すごい強い選手です。でもここ超えないとピケを倒せないなと思って、おいちょっと本気出しました。ちょっとまあピケ選手今度67でやるんで、まあ返上するのかそのままタイトル保持やるのか分かんないですけど、もう70キロ絶対僕チャンピオン取るつもりで頑張るんで応援よろしくお願いします。僕とエイト選手を応援してください。よろしくお願いします。なんと松下の口からジョーダン・ピケオーの名前が聞かれました。言っちゃいましたね。まあ、ピケオーはこの後久保優太との試合が決まっているんですが、ケツフェスタその先ということなんでしょうか。いやそれにしてもこのスーパーウェルター級70キロにまた新たな男が現れました。松下大輝ウェルター級、スーパーウェルター級70キロのデビュー戦、いや衝撃的な KO 勝利。何やら今後はこの男がスーパーウェルター級戦線騒がしくしてくれそうです。